500円のお返しです。ありがとうございました。お、わあ、君か。いらっしゃい。大丈夫だよ、どうぞ入って。かなり増えたよ。この前君に手伝ってもらった日よりは落ち着いたけど、それでも去年までの2倍3倍は来てるかな。こんなに忙しいのは初めてかもしれないなんて言って家族も笑ってるよ。いや、 PR 動画様々だね。おかげさまで3桁いったよ。いや、びっくり。一生見ることない数字だと思ってた。最初はマリの悪ノリとか色物動画とかいろいろ突っ込みたくなることもあったけど、今では本当にやってよかったって思ってる。告白されちゃった。なんて返事してほしい？調子に乗るんじゃない。そうだね。うん、お店は昔から手伝ってるし、ずっと続いていけばいいなとも思ってるよ。そのために私ができることがあればやりたいとも思うけど、今はまだ具体的に何をすべきかとか考えてないんだよね。ほら、アクアのこととかもあるしさ。買いかぶりだって。私はそこまで几帳面じゃないよ。まあでも考えなきゃならない時は絶対来るものだけどね。